第一次ソロモン海戦は、第二次世界大戦時、アメリカ海軍、オーストラリア海軍による連合国軍と日本海軍との間で行われた海戦です。1942年、昭和17年7月上旬、ソロモン諸島方面を重要視する連合国軍は、ガダルカナル島に日本軍飛行場が建設されると、アメリカとオーストラリアの連絡を遮断される恐れがあるとして、空母エンタープライズ、サラトガ、ワスプの3隻、戦艦ノースカロライナ、従巡洋艦ニューオーリンズ、ミネアポリス、ポートランド、サンフランシスコ、ソルトレイクシティの5隻を機関とする空母機動部隊、約1万9000名の上陸部隊と巡洋艦8隻、築艦15隻、総海艇5隻からなる支援艦隊をフィジー諸島に集結させました。第8艦隊司令部の米軍は外南洋の島自体には来ないとの考えは大きな間違いだったのです。8月7日早朝、アメリカ軍海兵隊約3000名を主力とするアメリカ軍が、ガダルカナル島及び対岸のツラギ島に奇襲上陸。日本軍守備隊はわずか400名でした。6時10分、横浜空司令からの敵兵力外、最後の一兵まで守る、軍長級を祈るとの打電を最後に連絡は途絶え、夕刻に玉砕しました。ツラギからの緊急電を受けた同司令部は、占領された地域を早期に奪回しようと、爆走していた一式陸上攻撃機17機を航空魚雷に干渉することなく直ちに発進させ、台南級の零式艦上戦闘機18機と合流、アメリカ軍上陸部隊の迎撃に向かわせた。飛行距離が長いため、敵迎撃による被害と燃料消費による不時着も予想して水上規模艦秋津島、築艦秋風、追い風と錦外艇が乗員回収のために派遣され、同艦隊は出撃準備を始めた。これは外南洋部隊の従巡洋艦長海と、第6戦隊の従巡4隻を集め、計5隻でガダルカナル発地に深夜攻撃をかける作戦であった。すると、ラバウルにいた第18戦隊の軽巡洋艦天竜と、大使艦隊レイカの軽巡洋艦夕張および夕凪が同行を申し入れてきたが、この3隻は速度も遅く、練度も低いため艦隊再交尾に編入された。不安要素を抱えた艦隊構成だったため、第8艦隊作戦参謀上重則大佐は、最も単純な戦法を取ることにした。第一目標は敵輸送船であること。複雑な行動を避けて単重陣による位置効果の襲撃とする。ミッドウェイの二の舞を避けるため翌朝までに敵空母の攻撃圏外に期待することなどとした。また、ガダルカナル、ツラギ奪還のために何とか兵員590名をかき集め、施設艦津軽、輸送船、名誉丸、砕氷戦争や、後南極観測船、第21号総海艇、第16号駆船艇、第24号駆船艇をもって津軽方面に投入することにした。この作戦計画提出を受けた大本営は、あまりにもリスクの高い作戦だとして懸念を表明。山本五十六連合艦隊司令長官は、連合艦隊の命令ではないと、前置きした上で出撃計画を承認した。作戦の危険度は参加将兵に共有され、長海の水雷長は上官していた報道班員の三輪文雄、小説家、にとても静観できない戦いなので艦を降りた方がいいと勧めている。8月7日午後2時30分これら作戦計画に沿って、長海、夕張、天竜、夕凪の4隻はラバウルを出撃し、午後4時30分頃、第6戦隊の青葉、加古、キルタカ、キヌガサと合流、24ノットでガダルカナルを目指した。サボ島とガダルカナル島の間の狭い海域を進む日本艦隊は右舷に数隻の艦影を発見した。連合国軍の上陸部隊を三方に分けて護衛する3艦隊のうちの南側に配置された部隊だった。連合国軍は20キロ以上先まで見通せるレーダーを装備する艦を保有していたが、敵と味方の見分けがつくほどの性能ではなく、探知した日本機も連合国軍は味方と見ていた。11時43分、日本軍の水上偵察機が投下した約15分燃え続ける超砲弾が降りるにつれて、闇に包まれていた艦艇が姿を現してきた。それを見て、長海が従順キャンベラを雷撃し、キャンベラは炎上、
後続の青が過去キヌガサの従順3隻は従順シカゴと駆逐艦パターソンを砲雷撃し、数発を命中させた。キヌガサの後に続いた従順フルタカは、炎と猛煙を上げ迫ってきた連合国軍の艦を左に避けつつ攻撃。フルタカに続いた軽巡天竜も単焦灯でパターソンを照らしながら砲撃し、艦橋などに命中させた。戦闘の約6分間に連合国軍南方部隊5隻のうち3隻にダメージを与えた日本艦隊だが、攻撃はこれで終わらなかった。サボ島の南から北へ転進した鳥海の前方に別の艦隊が現れた。島の北側に配備された敵艦隊だった。鳥海が単焦灯で照らすと、南側の艦隊の援護に向かっていた米従順ヴィンセンス・アストリアなど5隻の艦影が現れた。ヴィンセンスは鳥海を味方と思ったようで、味方なりなどとする信号を送っている。これに対して鳥海など4隻の従順は11時53分、アストリアなどへ容赦ない砲撃を開始。最短で3000メートルという至近距離から、20センチ砲だけでなく、高射砲や機銃も水平に撃ち合う乱戦だった。北側の敵艦隊は敵、味方の見分けがつかなかったため攻撃も積極性に欠け、鳥海の主砲の一つを破壊したのみだった。突撃時は1列に進んだ日本艦隊もフルタカが最初の交戦で敵艦をかわそうと進路変更し、天竜と夕張が続いたため、鳥海など4隻と二手に分かれることになり、偶然にも連合国の艦隊を挟み撃ちにする形で進んだ。この結果、日本艦隊に強撃されて、左右から攻撃を受けた米従順クインシーとヴィンセンスは、たちまち炎上し、9日午前1時までには沈没した。結局日本軍の損害としては従順過去が戦場離脱中、潜水艦雷撃で沈没。損傷は従順鳥海、青葉、キヌガサ、戦死者124名。一方連合軍の沈没は従順キャンベラ、ヴィンセンス、クインシー、アストリアと、戦場離脱中の。第25航空隊の空襲による駆逐艦ジャーヴィス。損傷は従順シカゴ、駆逐艦ラルフ・タルボット、パターソン。戦死者1270名。この戦いでは、野戦を得意とした日本艦隊が連合国軍の従順洋艦6隻のうち4隻を撃沈し、1隻を大破させるという大戦果を挙げて終了したが、ミッドウェーの大敗で一勝沈していた日本軍を大いに盛り上げることになりました。